神の子イエス・キリストの素晴らしい福音の始まりはこうです。神が地上にご自分の一人子を使わされることと、彼を迎える準備のために特別な使者を送られることとは、預言者イザヤがずっと以前に告げていました。この使者は不毛の荒野に住み、すべての人に呼びかける、生活を正せ、主をお迎えする準備をせよと。この使者とはバプテスマのヨハネのことです。彼は荒野に住み、人々にこう教えました。罪を許していただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。そしてその印にバプテスマを受けるのです。このヨハネの言葉を聞こうと、エルサレムばかりかユダヤ全国からおびただしい数の人たちが詰めかけ、次々と今までの自分の悪い思いや行いを神に告白しました。ヨハネはそういう人たちにヨルダン川でバプテスマを授けていたのです。ラクダの毛で織った着物に革の帯、イナゴと蜂蜜が常食という生活を送りながら、彼は次のように述べ伝えました。私よりもはるかに素晴らしい方がもうすぐおいでになります。私などその方のしもべとなる価値もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けていますが、その方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。その頃イエスもガリラヤのナザレから来て、人々と一緒にヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになりました。ところがイエスが自ら上がられたちょうどその時、天がさっと開け、聖霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのが見えました。そして天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声が聞こえました。このあとすぐ聖霊はイエスを荒野へ追いやられました。イエスはそこで40日間野の獣たちと共に過ごし、罪を犯させようとするサタンの誘惑をお受けになりました。しかし後には天使たちがやってきてイエスに仕えていました。ヨハネがヘロデ王の命令で逮捕されると、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えました。いよいよ来るべき時が来ました。神の国が近づいたのです。皆悔い改めて福音を信じなさい。ある日イエスがガリラヤ湖の岸辺を歩いておられると、シモンとアンデレの兄弟が網を打っている姿が目に入りました。二人は漁師でした。さあついてきなさい、人間を取る漁師にしてあげましょう。すると二人はすぐ網を置き、イエスについていきました。また少し先に行くと、ゼベダイの息子で同じく漁師のヤコブとヨハネとが船の中で網を修繕していました。そこでイエスはこの二人もお呼びになりました。二人とも父と雇い人たちとを船に残したままイエスについていきました。さて一行はカペナウムの町にやってきました。土曜日の朝、イエスはユダヤ人の礼拝所である街道へ出かけて教えられました。それを聞いた会衆は驚きました。イエスの話し方がこれまで聞いてきたものとは全く違っていたからです。イエスは律法学者たちのようにむやみに他人の言葉を用いず、権威を持って話されたからです。ところがその街道に悪霊に疲れた人がいて、大声で叫び出しました。おい、ナザレのイエス、俺たちをどうしようというんだ。俺たちを滅ぼすために来たんだろう。あんたのことはよく知ってるぜ。そうとも神の聖なる御子よ。イエスは悪霊にそれ以上は言わせず、その人から出て行きなさいとお命じになりました。すると悪霊は大声を上げ、その人を激しく引きつけさせて出て行きました。このありさまに回収は肝を潰し、興奮して口々に論じ合いました。一体どうなっているんだ、悪霊どもでさえ命令を聞くなんて、これは新しい教えなのかね。
イエスの評判はたちまちガリラヤの全地方に広まりました。この後街道を出た一行はシモンとアンデレの家に行きました。ところがこの時シモンの姑は高熱にうなされて床についていました。イエスはそれを知ると早速彼女のそばに行き手を取って起こされました。するとどうでしょう、たちまち熱が下がりすっかり元気になった姑はみんなをもてなすために食事の用意を始めたのです。日の沈む頃になるとシモンの家の庭はイエスに治していただこうと連れてこられた病人や悪霊に疲れた者たちでいっぱいになりました。また戸口にはカペナウム中の人たちが詰めかけガヤガヤ騒ぎながら中の様子を眺めていました。イエスはこの時も多くの病人を治し悪霊を追い出されました。しかも悪霊に一言も口を聞かせませんでした。悪霊はイエスがどういう方か知っていたからです。翌朝イエスは夜明け前に起きただ一人人気のないところへ行って祈られました。そのうちにあちらこちらとイエスを探し回っていたシモンたちが来て、みんなが先生を探していますと言いました。イエスはさあ他の町へ出かけましょう、そこでも教えなければなりません、私はそのために来たのですからとお答えになりました。こうしてイエスはガリラヤ中をくまなく回り街道で教え、悪霊に疲れた人を大勢お助けになりました。ある時一人のサラートに侵された人がやってきてイエスの前にひざまずき熱心に頼みました。お願いでございます、どうか私の体を元通りに治してください、先生のお気持ち一つで治るのですから。イエスは心からかわいそうに思い彼に触ってそうしてあげましょう、さあ良くなりなさいと言われました。するとたちまちサラートは跡形もなくなり完全に治ってしまいました。これからすぐに祭司のところへ行き体を調べてもらいなさい、途中で寄り道や立ち話をしてはいけません、健康な体に戻ったことを明らかにするためにモーセの命じた通りの備え物をしなさい。イエスに厳しく止められたにもかかわらず男は嬉しさを抑えきれずこの出来事を大声で触れ回って歩きました。そのためイエスの周りにはみるみる人垣ができ、公然と町へ入れなくなりました。仕方なく町外れにとどまっておられましたが、そこにも人々が押しかけてきました。